お疲れ様です。フラゲできるかとね思ったんですよ。ジャンクスタイルです。いや、今週末ですね、あのモントラモンスタートラックホットリードのね、また発売されるんですけど、毎月出てるとね、気合入ってんなーで、私あの予約してるんですけど、アマゾンのマーケットプレイスってあるじゃないですか、あのアマゾン直売じゃないところ、あそこでとある店がね大量に出してて、私大量に確保してたんですよね。で、あの友人なんかにもちょっと確保できたから、あの分けられるよみたいな感じで言ってたら、そこのお店ねちょこちょこねショート起こしちゃってて、私あんま信用してなかったけど、今回は大丈夫かな、こんなに大量に出てるしなとか思ってたら、なんとショート、久々にショートなんて聞いたよ。この間のブルーバードでさえさ、単品販売になってね、ショートになってないのにさ、あからさん、なんか偉そうにあの、友人の分確保したよとか言ってた分とかもキャンセル食らっちゃって、ほんと申し訳ないことしたと思ってるんです、今ね。で、自分の分は確保してるっていうのがまたなんか卑怯でしょう。自分の分でも一箱だけだからさ、ほんとね。で、今回のアソートなかなかいいじゃないですか。ねえ。いつも言うけどさ、他のアソートに入ってたら大体1番人気、2番人気になりそうなものが目白押しのラインナップなんでね。私の別の友人がね、あの、まあ、アマゾンにも出てるよみたいな感じを教えてくださった方も、そこでしかね、予約してなかったもんですから、その方アマゾンじゃなくて楽天だったかな、の同じ店なんですけど、そこでしか予約してないから、キャンセル食らって手に入らないってなってるんです。もうちょっといい加減このループやめ、ループっていうかさ、連鎖っていうかさ、もうやめてほしいよな。私がね、他のところで予約してるのもどうなるかね、届いてみるまでわかんないですからね。モントラでショートしたことって今まであったね。駿河屋で一回ショート食らったわ。って感じで、またね、モントラで右往左往しそうな感じなんですけど、今回あれだよ。そうだ、このモントラ予約受付始まった時も瞬殺だったからね、どこの通販サイトも。それでね、過去、やっとしたのにショート食らったんですね。って感じなんですけど、皆さんはどうですかね、ショートせずにちゃんと届くといいね。で、なんで今頃こんな話してるかというと、もうちょっとまだね、あの日にちあるじゃないですか、発売まで。先日の土曜日だ。だから、発売の約1週間前か、に、また西松屋ですよ。西松屋で、フライング販売してたみたいなんですよね。で、私のあの、友人から、なんか売ってたよみたいな感じで連絡が来てて、このうちのね1種類だけだったんですけど、あったんですよ。で、間違いなく今年のカードだし、今年他で出てないよな、アソート的にね、マジかみたいになって、で、私もね慌てて西松屋に行ったわけですよ。あのホットウィール取り扱いのある お店店舗っていうのは限られてるんですよね。で、割と結構遠めのところだったんですけど、3件ほどもあったんですけどね、ダメでした。売ってなかった。売ってなかったというか、ホットイールはあったけど、今週出るやつは売ってなかったですね。で、まあ、ちょっと悔し紛れにっていうか、いろいろ買ってきてるんで、かつ、中古屋さんも行ったのか。で、あ、そうだ、日曜日に中古屋さん、そう、いろいろ回ったけど、その中で買ったものと、あと、あの、以前買ったものもまだ紹介しなかったやつを車に積みっぱなしだったんで、あの、吸出したんでね、ちょっと熱くなり始めてるから、ちょっと傷んじゃうと思って吸出したんで、それも合わせて紹介しようかなと思います。ホットイールなんかもあるよ。西松屋を巡ったからにはね、西松屋で買ってきてるんですけど、西松屋といえばこれですね、5カーパック。最近入手性が悪いんですよね、これ。以前はね、あの、バースデーなんかにもね、たまに入ってたんですけどね、全然入らなくなって、トイザラスに入ってもね、割とすぐなくなっちゃうし、で、これ、どうだっけ、これが結構前のやつらしいよ。で、これは、この間も買ったけど、また買っちゃった。2個目ですね。ですけど、まあ、今、買えるの西松屋ですね、やっぱ。まあ、取り扱い店舗が限られてるっていうのがちょっと難なんですけど、しかもちょこちょこ補充してくれるお店と、なかなかね、私が買ったらもうそのままずっと在庫がない状態のところとかもあるんでね、ちょっとあれなんですけど、ファイブカップパックもね、これもね集めたいなと思っちゃってさ、前だとさ、謎じゃんね、わざわざ5台買ってなんか高いお金出してとか思ってたけど、今だと
ね、今だとっていうか今見るとね、うほーすげーなこのセットみたいな感じでね。ですし、まあ入手性が悪いっていうことで、なんか手に入らないとね欲しくなっちゃいますよねっていう感じで、西松屋で5カップパックをね2台、まあ別々のお店ですけどね、買ってきてますね。あとは中古関連ですね。これはちょっとミニカー以外から行こうか。あれだ、マテルのジュラシックパーク系のやつね、動作 OK って書いてあるから、300円安いよなと思って。これなんだっけ、あ、そっか、ホビーオフか、ですね。で、買ってますね。まあ、これ系集めてるよ。ちゃんとまだね、全然集めてるからね。じゃあ、あとはミニカーばっかですかね。これは、あ、これもそっか、ホビーオフか。これ別のお店ですね。ホビーオフも2軒分ですね。これがね、ザ・ダークナイト・バットモービル。なんだっけ、去年の頭の方かな、忘れちゃった、いつだっけ、なんかでも寒い時期だったと思います。去年のカードか、やっぱこれ一昨年の、一昨年の寒い時期だったのかな、忘れちゃった。でこれがでも257だから2022年の最初の方かで、あれだ、トレジャーハントなんですよね。で私1台持ってるんですけど、まあ1台しかないんでね、開封できなかったんで、これをね開封したいなぁと思って買っちゃってます。これ値段見えてないけど220円でしたね。まあ、バトミモービルとはいえさね、トレジャーハントだし220円だったらいいよね、安いよな。でこれがやっぱホビーオフですね。220円1台の RMZ シティなんですけど、これ内装ありのやつなんですよね。最近なんかなんだろう、 RMZ シティ集めてるんですけど、内装なしのばっかさ売ってるからさ、ミスターマックスとかホームセンターなんか売ってるのかな、なんで買っちゃってますね。内装ありなんでね、これなんだろう、今売ってるのってここね、ブラックアウトして内装がないやつが多いと思うんですけど、スタイリングとかは一緒、相変わらずひょろいね。これがなんだっけ、ポルシェ911ターボだって。ポルシェ911ターボって言われてもさ、なんか同じような名前のやつが多すぎてわかんないんですけど、まあまあ買ってますっていうか、ホコリが乗ってんの後で清掃ですね、これは。でこれがランボルギーニのアベンタドールさんで、これなんかそんなスタイリング悪くないね、薄いなでもかっこいいね。ちょっとちっちゃいのかな、まあ3インチとはいえちょっとちっちゃい、ちっちゃめ3インチわかんないけどRMZ シティのちょっとスケール感というかノンスケールだからね。でこれ86ですね。86のね、内装ありのやつ持ってた気がするけど、白だったかなと思って一応買っちゃった。あ、一応あれか、海外仕様になってるよね、なってるんで、これ名前は違うんですけどね。なんだっけ、なんて読むんだっけこれ、まあいいや FRS まあ86な。これ結構太いかな、そんなことなかった。だからなんだ、長さとこの厚みっていうか幅がね一緒なんでね、ちょっとちっちゃかったりひょろかったりするんですけど、そんな悪くないの。まあ特にアベンタドールなんか結構いいんじゃないっすこれ。まあ多分220円ぐらいで売ってたものをね、220円で中古で買っちゃうっていうね。まあそれ言い出したらキリがないけどね。あとこれホットウィールですね。わかるかなこれで。わかる？わかるかな？わかる人？GT スコーチャーですね。最近のやつじゃないかな割と。これも今ね、カッターがね、思いっきり落ちてね、危なかった。そう、最近出たと思うんですけど、これ、未開封でも何台か持ってるし、結構ブリバリしたやつもあるし、で、ね、持ってんのに買っちゃうっていうね、わざわざ。なんだろう、でも、あったら買うよな。GT スコーチャーが留守であったら買うよね、買うよね、みんな。遊びたいよな、こんな感じで。これ、あ、これ、すっげえ、軟質だね、よく考えたら。色塗るの大変そう。かっけえよな、やっぱ。
なんだろう、あのちょっとしたシルエットブームじゃないですか今わかんないけど、なんであの GT スコーチはもうちょっと注目されていいと思うんですけどね。まあ、これあのほらシルエットのね男装車なんですよね。まあ、シルエット今さっきから言ってるけど、すいません全然詳しくないけど、なんとなくのイメージでね喋ってますよ。今回これが一番高かったね、トミカリミテッドヴィンテージのトヨペットクラウン道路公団車ですね。道路公団車これいくらだっけ、1500円ぐらいだったと思うんですけど、これね大好きなワゴンだし、働く車だしって、うん、なんか惜しいとこ取りじゃんみたいな。あ、ちゃんとまだあのちゃんとっていうかトミカリミテッドヴィンテージとか集めてますかね。月1台は買うって言ってたけど、今のところクリアしてるっていうかそれ以上買っちゃってるねこれね、おかっけー、やば、 この辺たまんなくないですか、この辺の造形ワゴンって感じで64分の1だけど結構でかいよこれ。あ、 GT スコーチャーって結構でかいと思うんですけど、それと比べてもほらこんなちっちゃかったでもほら長さは一緒ぐらいじゃない。お、でっかでっか、いいね。え、トヨペットクラウンってこんな感じやの、わからんけど、え、他のも欲しいな。これ LV の 18A 絶対あれだよね、他にもっていうかなんだろう、こういったワゴンタイプの普通車っていうかこれじゃないからもあるはずだよね。わあ、タンポも綺麗だ、首都高なんだ、首都高速道路公団って書いてある。あ、ピカってた、ごめんなさい。状態もいいし、うん、タイヤも溶けてないし、箱はねちょっと傷ん、うん、まあすれ通ってあったけど、まあいいや。これかっけえな、やっぱ。あ、すっげえ色違うしね、あのライトっていうかランプっていうかね、ちゃんとこう穴を開けて、そう、あのくっつけてるからね。あ、リアリティありますね。ワイパーはタンポか。はあ、やっぱ好きだこれ系、ワゴン系たまんないっすね。塗装もいいし、これやばいね。あ、これ同じものって なんで探したらいいの、名前は トヨタクラウンワゴンなんだ。なるほど、 LV18、19、21 が該当すんのね、わかった。2005年だから18年前、もう売ってないのかなあんまり。あ、でも欲しいぞこれ、これ系で揃えちゃいたいっすね。はあ、はあ、これ買ってよかった。1500円か、1500円ってちょっと微妙っていうか、まあ高いっちゃ高いよなーとか思ったけどさ、買ってよかった。うん、すごくいい、いいね。まあこの間の日曜日にね、モンスタートラックをフル上げできるかなと思って回、まあ、ったけどなかったよっていう話ですね。でついでになんかいろいろ買っちゃったよっていう、多分これはちょっと前のかな、前に買ったと思うんですけどって感じですねなんかちょっと内容ぐちゃぐちゃだったけど、うん、どうですか、まあミニカー見れたらいいでしょみんなごめん極論すぎるね。まあでもね、あの人様が中古で何買ってるかって結構気になりません、いくらぐらいでって。だからこれ以外は全部200円かなですね。まあ、結構あのコメントでね、あのこんなの買えたよとかねいただくんですけど、コメントとかあの DM とかでねいただくんですけど、結構いいなとかねなるんですけど、みんな頑張ってんな僕もね負けないように頑張ろう。んじゃ、ここまで見ていただいてありがとうございます。あとね、チャンネル登録とあとインスタグラム、あの概要欄にリンク貼っとくんで、よかったらフォローしてやってください。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。